じいや。霊夢です。マリサだぜ。今日はノラドッグシーズン1、ラウンドによるブルクリンクの、ハイライトをお届けします。マニュアルによる、セーフティーカーが導入され、周回遅れの車が一周追いつける、独特なこのレース。開幕戦モンツァは、セーフティーカーが6回出動する波乱のレースでした。今回はどうなることやら。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。
ファイナルラップになります。予選でポールポジションを奪った、玉木選手が、タイヤ交換での暫定ポジション以外では、完璧と言って良い、レース運びで、ラウンドによるブルクリンクを、トップでチェッカーです。ウィニングランでも、爆走していたんだぜ。トイレにでも行きたかったのか。2位のハチ選手はなんと、燃料マップを調整しながら、90分間を、ノーピットで走り切りました。燃料どうなっていたんだ。全く謎です。燃料を継ぎ足すことなく、90分走り切れることに驚愕です。レース後は燃料タンクの、容量違反疑いで、レースコントロールに呼び出されていました。疑われても仕方ないレベルの、すごい作戦だったんだぜ。開幕戦で6回出動した、セーフティーカーは1回も導入されず、序盤でアクシデントがあった選手には、フラストレーションのたまる、レースだったかもしれません。今日のレース結果で、シーズンポイントランキングは、ご覧の通りになっております。ちなみにハチ選手は、ウィニングラン中にガス欠となり、メディカルカーに押されながらピットに戻りました。それでは11月6日、ノラドッグシーズン11、ラウンド3ブランズハッチまで。さよなら、さよなら。